マリオ・エルモソ・カンセコは、スペイン・マドリード州マドリード出身のサッカー選手。アトレティコ・マドリード所属。スペイン代表。ポジションは DF。2005年に、レアル・マドリードのカンテラに入団。2014年に C チームに昇格。2014から15シーズンにテルセーラ・ディビシオンでプロデビュー。34試合に得点を記録した。2015年7月16日。 当時セグンダ・ディビシオン所属のレアル・バリアドリードに1年間のローン遺跡で合意し、2015から16シーズンは31試合に出場。同シーズン終了後にレアルに復帰し、2016から17シーズンは B チームでプレーした。2017年7月12日、RCD s スパニオールと3年契約を締結。9月9日の FC。 バルセロナ戦でラリーガ初出場。2018年1月28日の CD レガネス戦でリーガ初ゴールを記録した。2019年7月18日、アトレティコ・マドリードと5年契約を締結した。2020年10月9日、UEFA チャンピオンズリーグのレッドブル・ザルツブルク戦で移籍後初ゴールを挙げ、勝利に貢献した。 2018年11月19日、ボスニアヘルツェゴビナ戦で、スペイン代表デビューを果たした。国際 A マッチ5試合0得点。ありがとうございます。